さあ、というわけでね、今回もこちらのスーパーマリオブラザーズ35やっていこうと思います。さあ、今回はこちらの、スーパー、ファイヤーマリオの状態で、ファイヤーを取ったらどうなるか、早速ね、15秒加算されます。これ多分ね、皆さん見落としがちだと思うんですよ。だっていちいちもう一度取る必要がないからという感じでですね。でもね、こうやってもう一度取ることによって15秒加算されます。15秒って結構大きいと思うんですよ。なので、これもちょっと、忘れずに、実践で活かしていただきたいなという風な感じですね。さあ、今回はちょっとサクサクっと、1位を取っていくんで、1位をもぎ取っていこうかなという風な感じですね。ちょっと敵が少ないなぁ。で、これで、156度。これ誰でもね、150も越せればもうあれだ。もう、御の字じゃないですか。最初のステージで。やべ。目標の。いいよ。あー、今のは、気づけたなー。いく。やべ。このステージ苦手なんだよな。おーし、キル取っていく。よ、あぶね。あー、今と食らっちゃうか。おーし、スターはマジ神。でも、もう終盤なんだよね。ナイスイ。さあ、これ最初のステージだな。でも、400もうあれですよ。やべ。待って。どうしようかな。でも、コインが少ないんで。どうしようかな。普通に、下道行くわ。飛び越える。さてさてさて、ナイス。おお、来た。これは1の4ですね。あと、この1の4のこのハテナブロック、まあ、アイテムなんですけれども、あ、そう、1の4はさすがにファイヤー取るのはちょっと難しい。キノコだったらいけるんですけれどもね。ファイ、あそこの1の4に限ってはちょっと無理せずにっていう感じですかね。まあ、できる人だったらご勝手にっていう感じですね。よーし、危ねえ。今の回避いいね。このまま行くか。ほら、ここは、あー、ちょっとコインはちょっと死守したいんだな。よし、おお。ちょっと、今7人か。タラララタッ、おーし。あ、時間が。いたから結構あれな。よしよし、ここももう普通に行けるようになったわ。はじめちょっと、おー、怖がってたけどね。やっちまった。切削取ったのに。よし、あ、おっと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 、降りてこいよ、降りてこいよ、降りてこいよ。おい、あれね、クッパのね、まあ、タイミングにもよるんですけど、近距離で撃った方があれなんですよね、一番いいっていうか。で、上に逃げて、
お、あ、じゃあ、えーい。あれ、3の2で。いや、ノコノコ使うか。あ。じゃない？ 3 の2ね、ここにもあるんで、ここも忘れずにって感じですよね。こうね、なんか、時間が迫ってるとき、なんか結構。よし。あとね、あの皆さんにご報告があるんですけども、この3の2ちゃんと超えられるようになりました。ここね、ここをジャンプでいけば普通に、みんなもうそれ知ってるわっていう人もいる人もいると思うんですけど、これでもしっかりとゴール、着実にゴール。おおお、3の1で、3の1はハンマーブロスがいるんで、ハンマーブロスの量産に最適です。このファイヤーも忘れずに、忘れずに取っていく。よし、おー、今同時だったけど、今判定はいいんか、ね、任天堂。あと3人か。あー、どうしようかな。でも一応まあカウンター、2人から狙われてるけど、カウンターしてるから、一応まあこれでいいか。で、この状態が一応恵まれてると思うんだな。はい。逃げんじゃねえ、来いや。おい、ただついでに言うとここにもねあるんだよ。よし、いいね。おおおお、これは強い。これ相手にあれなんですよ、この3人目、3人目の、キル取ったら時間とお金をくれるじゃないですか。いや、これを相手に取られないで自分のものにするって、これいかに大事かっていうのをみんなに分かってもらいたい。これはいける、ほぼ勝ち確。ここで勝たないと逆にあれだぞ。時間もあり余ってるからここで行くか。いずれコインが必要な時が来る。あいつのコインはそこまでないと思うから、うらあんまりねえな、送られてきてないな。ここでさあれですよ、あー、危ね。いや、あぶ、あー、危ね。あとここね、ここだから、おーし。というわけで、まあ、今回、皆さんに、知っていただきたいのは、ファイヤー、マリオの状態、いかに、ファイヤーマリオの状態で維持して、そしてもう一回ファイヤーを、取って、そして、15秒を加算。これが、なんだろうな。時間が早くなったとき、その、カウントダウンが早くなったときに、なった時にいかに有効かっていうのを皆さんに、分かっていただけたらなというふうな感じで、今回の動画は以上で終了にしていこうと思います。また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。